こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、譜面のソフトで書くということですね。僕は結構フィナーレを使うんですけど、まあパパッと書くにはちょっとまあこうなんか立ち上げてなんたらかんたらってめんどくさいじゃないですか。でせっかく僕もこう iPad を買いましたんで、で iPad でなんか直接書けるといいなみたいなことを考えて、いろいろこうちょっと試行錯誤して、これちょっと最近いいんじゃねえのっていうので使わせてもらって、これ僕のうちのですね、知り合いの子に教えてもらった、こうプロクリエイトっていう、まあ、ソフトなんですけど、まあ、いくつかちょっと検証していきたいと思いますね。でまず譜面をソフトで書くっていうふうになるとですね、まあ、メリットとデメリットを書いてみました。これもスティーブ・ジョブズ形式ですね。スティーブ・ジョブズはもう必ず黒板にメリットとデメリットを書いて、必ずそれで話をするということですね。まずメリットは、まあ、譜面書くとき、メリットは綺麗ですよね。基本的にパソコンソフトで書くとね。だから、手書きでやるとどうしてもそれだけで、こう、リハーサルに時間がかかってしまうのが、セーフされてると、まあ、もうそのリハーサルの時間すらも、譜面がちゃんとできてたらもう一回通しても終わりだよねっていう形になることもあるので、メリットとしては綺麗というメリットはすごくあると思うんですね。あと PDF に出力できるので、まあ書いて PDF にしておくといつでもパッとプリントアウトができるということですね。あとこう本当にメールとかでパパッとやり取りができると、あとで一聴ができる、これがすごいですよね。やっぱりこうキーが C なんだけどやっぱり F にしてほしいとかそういうことになると、やっぱりパパッとこう書いたものをワンタッチで一聴できてしまうので、これはすごい便利ですよね。で繰り返すものは、コピペができる。例えばドレミドレミだったら、もうドレミって書いて、あとコピペコピペコピペってしていけばいいし、ドラムの場合はもう手の部分はずっと一緒だったりするんで、そこだけバーって先にコピペしてしまって、足だけ後で書いていくとかね、こういうのも簡単にできますよね。だから手だと全部書かなきゃいけないのが、あ、同じことはもうコピペできてしまいますよって。で後で、番組を変更できる。例えばですね、こうリハーサルってアレンジが変わってですね、僕なんかまあよくミュージカルとかやるんで、もう全部とりあえずフィナーレで打っちゃうんですよ。ババーって打っちゃってて、でそれから例えばこうこの B の部分全部カットねっていう風になったら、その時はこうプリントアウトしたものをこうやってやって、で家帰ったらそこをもうパンってカットしたら、そう詰めれるじゃないですか。まあここがポイントだと思うんですね。で後で、まあ、編集しやすいってことですね。なのでまあ例えば2小節をこっちに持ってったりとか、そういうのもまあすごく簡単にできるんで、それが手書きだと全部消さなきゃいけない、もう一回頭から書き直さなきゃいけないっていうのとか、こうなんかこう逆に見にくくなるとか、譜面のここの間にさ、こうなんていうの、このこう譜面がこうやって開いてあって、でここに2小節入れたいから、ここに2小節こう、ね、下にこうやって無理やりこうやって手書きで書いたりすると、まあ、要はまあ事故も起こりやすいということですよね。なので、まあ、後で編集しやすいということですね。あと、音で確認できる。演奏だとね、音で確認ができるっていうのが、まあ、デメリットとして、ソフトで書くことのデメリットっていうのは、まあ、使い慣れないと、まあ、めちゃくちゃ時間がかかるんですね。まあ、この3とほぼ一緒だと思うんですけど、要は、まあ、結局は、パソコン苦手なんで、もうパソコンのプラットフォーム自体が嫌っていう人が結構いると思うんですよ。そこでまあやっぱこう、iPad とペンシルっていう感じだと思うんですけど、で、ペンで直接書けないっていうのがやっぱちょっとありますよね、ソフトでやるとね。で、それで今回はこのソフトを、プロクリエイトっていうソフトがまあおすすめなんですけど、あと Notion っていうのがあります。で、Notion っていうのはですね、まず、これです。こういうソフトですね。で、これ今、もうちょっと、なんかパパッともう打ち込んじゃってますけど、これって、このペンツール、ここのペンツールを出して、このペンにすると、これちょっとね、プラスでお金かかるんですけど、例えば、普通に、ドレミファっていう風に書くと、まあ、ドレミっていう風にこう、勝手にこう、清書してくれるってことなんですけど、結構ね、ミスが、例えばドラムなんかの場合は、もう A と B と手これでしょ?もうこれになるともうね、なんのこっちゃになるんですよ。こう、なんのこっちゃって感じですよね。だからドラムにはちょっと向かないですね。だからこれもちょっと買って試してみましたけど、これはでも、このノーテーション自体はこうやってできるし、コードもつけれるし、これもかなり、手書きで書けるとしては非常にいいんじゃないかなと思いますが、まあ、今のところ僕はあまりおすすめしませんね。で、こちらのプロクリエイトってやつですね。この、ソフトが非常に僕はおすすめですね。で、これ、こういうふうに、まあ、これってもともとこういう追いかけソフトなんですね。これもともとテンプレートで入ってたやつなんか、こんな絵描けちゃうみたいな。
ね、なのでちょっと絵の勉強なんかもしたい方はちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、で、こう、まあ、フォルダみたいにこれスタックっていうんですけど、分けていけるんですけど、今これ、さつき説明したのこれですね。で、何が面白いかというとですね、これって全部これ、例えばこのメリットの部分で、別のこう、なんかこう、セル画みたいになってて、だから、こう、一番譜面のここの部分ね。で、これとか、こう、この、ここで、で、後で僕がさっき注釈で書いたやつ。だから、こう、後で書き足したやつは、後でシュパって消してしまえるし、もういらなきなと思ったら、こう、ちょっちょってやると、これでもうこれ自体がなくなってしまうんですよ。で、これが何がいいかというとですね、例えば一つ作るとします。で、これ、まあ、新規キャンバス、まあ、選択、こう、あと、まあ、消したりするやつの選択、まあ、細かい使い方は、まあ、ちょっといいとして、まあ、読み込む写真とかもあるんですけど、まず基本的になんか、まあ、キャンバス作ります。もう、譜面は A4 一択ですね。もう A4 で作りますね。そうすると、写真を挿入っていうところでですね、まあ、ちょっと、犬の写真とか多いんですけど、こう、まあ、これ5000ですね。これ、メルマガの読者さんはこれテンプレートを作っておきましたんで、これ JPEG をご用意しておきますんで、それをそのまま自分の写真に入れておいて、そこから作ればいいんですけど、で、この下から、下の3つ目のところの画面の大きさに合わせるっていうふうにやると、ちょっと上に行くんでね、で、下にこう持ってきてもらうと、これぐらいに持ってきてもらうと、これでまあ、譜面が完成です。そうすると、背景色と、ここレイヤーっていうのがあって、この一番右側のね、これレイヤー。で、これに、いわゆる5000に書き込んでしまうと、例えばこれ、まあ、5000にこれペンを選んで、例えばちょっと書き込んでしまうね。書き込んでしまって、間違えたとすると、消しゴムで消したら5000字も消えてしまうんじゃないですか。これってこうメモ帳とかでもこう皆さんこう経験してるんじゃないかなと思いますけど、これって困りますよね。だから、レイヤーを別にして、このレイヤー2に書き込んでしまえば、そうするとこれって、例えば書き間違えたとしても、例えばこう、こういうふうに書いて、あ、書き間違えたなと思って、5000字じゃなくてこれを消すとしても、ほら、5000字は下のセルにあるんで、これ消えないんですよ。これは非常に便利ですね。で、例えばこう、このね、譜面で言うとですね、このカリグラフィーっていうのは、これは文字が結構綺麗に、こういうふうに、こうヒューって引っ張っていくので、ギザギザにならないような、4文字書く用のペンなんですけど、で、こう、インキングの中にね、下から2番で、ゲシンスキーインクですね。これって、シャフペンにすごく近くて、筆圧をこう細くすると、こう、そーっと書くと、これぐらいになって、で、ギュって書くと、この、太くなるんですよ。結構シャフペンっぽくなる。で、まっすぐ聞きたいときは、こうピーって引いて、しばらく止めるとまっすぐなるんですよ。こういうふうにね。で、結構綺麗に書ける。で、例えばこう丸とかこうやって囲むときも、しばらく待ってると、ごめんなさいね。しばらくこうやって待ってると、ほら、なんか結構、チャって書けたみたいな感じになるんで、手書きっぽいけど、見やすいんですよ。で、これってかなりこう、紙に近いじゃないですか。だから、パソコンにこう、ちょっとこう、アレルギーのある人にはかなり便利だと思うんですね。で、こう、例えばここにこう、A メロで、こう、A メロでこう書いていったとするじゃないですか。そしたら今度は、B メロはまた、レイヤー変えて書くんですよ。で、これ消しゴム。ここの右から上のこの消しゴムマークね。この消しゴムね。こっちがペンです。なのでペンで書くでしょ。で、消しゴムに、で、Apple Penの場合は、こう、2回タップすると、これ消しゴムに変わるんで、こうやって消しゴムで消してたりします。あと、消しゴムで消すまでもなく、こう、バックでこう、バックスペースに戻っていけるんで、こうやってもう一回ダブルタップすると、こう、ペンに戻ります。で、こうね。結構便利でしょ。で、例えば、ここに関しては、B に関して今書いたやつを、これをね、これタッチペンで、この B の真ん中のこうやってやるとこう大きくなったりするんですけど、この枠の外側をこう引っ張ってこうやって持っていくといろんなところに持っていけるんですよ。こうね。なので、例えばさっき言ってたみたいに、例えばドレミって書いたとするじゃないですか。ドレミファって書いたとして、そしたらこれって、大変ですけど、この手、胃腸をしようと思ったら、まあ無理やりだけど、こう、一応しといて、で、ちょっと修正すればいいんでしょ？後で。こいつだけ。だから、大まかには一応もできてしまう。まあ、調合変えてね、一応もできてしまうっていうことですね。で、これずらすことができるということですね。こっち側にすると、こう、
選択範囲選んでこいつ自体をこうずらすみたいな、こう一部分をずらすってこともできるし、でまあコピーしたかったら、まあ僕他にもやり方あるのも、これを右側にやると複製ってできるんですよ。複製するとこのこれ2枚同じとこ重なってるんで、こいつを移動すればこう複製して同じものをパパパパってこう配置することができるんですね。で結構使えると思うんですよ。だからこうかなり紙に近くて、こう紙感覚で書けるじゃないですか。で、iPad ってすごいな、Zoom 使ってて、まあ、うち、まあ、リモートレッスンとかもよくあるんですけど、Zoom でこう、解説してるときに、譜面をこう、書きながらってやると、あの黒板のファイトボード使いにくいでしょ。で、5000字下にあるし、で、もともと用意しといたものに、こうやって上に注釈書いてあげて、注釈書いたものも、後で、ここから PDF に、共有っていうところで、PDF 選んでもらうと、このまま PDF で、相手に送ったりすることもすぐできるんですね。で、ジフアニメーションとか、要はこう動きとかね。で、書いてるところをずっとこう録画しておいて、それを後でこう書いてる様なんかもそのまま、後で送ったりすることもできるんですね。これはこの左側のここの長、こいつですね。こいつはですね、ちょっと要はこれ、お絵描き用ですね。だからぼかしたりとか、いろんな、まああんまりこの譜面ソフトではいらないと思うんです。で、この左側の、こっちの、ここですね。ここの、こいつは、これは肉、筆圧ですね。だから、太さですね。太くなる。要は、太いペンになる。まあ、大体自分の使いやすいペンの太さを覚えておいて。で、これは、透明度ですね。だから、こう、下に行けば行くほど、これ、ブラシの不透明度なんだけど、まあ、これはあまり不透明度にならないですね。ペンによってもめちゃくちゃこう、全然薄くなってって、下が透けて見えたりするようになってるんですけど、まあこういったものが、まあブラシによっていろいろ変えれるということですね。で、まあ筆圧に関しては僕ちょっとこの環境設定で変えてます。この筆圧曲線ですね。この筆圧、上から、1、2、3、4、5、6、筆圧曲線を編集。これぐらいにしとくと、なんかこの原子、なんだっけ、下心スキーインク。ゲシンスキーインクだと、こう結構細くなって、ギュッていくとこう、ギュッていくと太くなる。だから結構シャープペンに近い。シャープペンって知ってますか？こういうやつね。ペンの先がこうなってて、縦にこうやっていくと、要は縦はいいけど、横は5000と重なっちゃうから太い方がいいよねってことですね。まあこういう形ですね。もうちょっと太くしとくと、元々がこれぐらいになるので、まあこの辺自分のお好みでこう選んでいただければ。こういう感じで選んでいただいて書ければいいかなと思います。さっき言ったみたいにこう、まっすぐ弾きたかったらしばらく待って、ちょっと時間かかるけどね。こう、ドラムのこの、ここから、これをやっといて、ね。で、あと僕がよくやるのは、一小節まんま横に棒引いちゃって、で、縦線で引いてから、これちょっと今ちょっと雑いけど、あとで消しゴムで消しちゃうと、まあ、それなりに綺麗に弾けるんじゃないかな、みたいな感じですね。でこうやって、A メロかけたらまたプラスして、で、このレイヤー自体は、これよりも下に持ってくると見えなくなります。この5000の下に行っちゃうからね。5000の上にやるようにして、みたいな感じにしてもらって、書いていくと。で、あとで、これ非表示にするっていうこともできて、再表示。で、こうして、ロックだと、もうこれが、要は、消したり、削除したりとかできなくなると、ロック中ですよっていうふうになって、まあ、パッて消したりしなくなるということですね。で、まあ、ロック解除すると、まあ、消せるようになるという形で、で、まあ、レイヤーこうやって持ってたり、レイヤーのレイヤーを重ねると、こう、2と3を重ねてあげると、そうすると、こう、これが一括で、一つとして考えてもいいし、こいつだけとも考えて、こう、箱になったものをいっぺんに消したりすることができて、で、ここに名前を変更して、まあ、これ、例えば、A メロとかって書いておいたら、この A メロの部分が全部これで消えるようになるという形ですね。かなり便利だと思うんですよね。僕今ずっとこれでやってますね、何もかも。で、もちろん色とかも選べて、新たに、レイヤーを作って、そこのレイヤーで、まあ、赤で注釈、こいつはね、みたいな形で書いてあげたりとかね。で、ズームはもう、ズームでやるときは、普通にこの、ズームで、向こう選んでもらってから、共有で iPad 選んでもらってから、画面のミラーリングで、ここでズームって出てくるんで、このズームでやると、ズームの、ここが、
完全にそのまま表示されるんで、解説しながらいけると思うんです。だから5000関係なく、なんかプレゼンテーション的なものとか、別に普通になんかお話しするとき、こう A4 で、後で書類でいくので、まあ、A4 一択だと思うんですけど、まあ図形なんかも簡単に書いていけるじゃないですか。例えば図形とか三角形とかも、こう止まっとくと綺麗に書けるんで、まあ大きい三角形書いたりとかするときに、こういうふうにすると、まあまあまあ、それなりに綺麗に書けるし、丸とか書いても、まあ、まっすぐこう、結構綺麗に書けます。で、まあ、あと、シェイプ的なものはこういうので、普通に長方形、楕円形って選んで、こういうの作って、で、これ塗りつぶしで、こういう図形も書けたりします。で、これそのまま、こういうふうですけど、まあ、これを選ぶんであれば、これ塗りつぶしなしにして、こいつ選んで、この子を、こう、いろんな場所にずらすとかね。できると思います。なので、まあまあまだ、いろいろこう、僕も試行錯誤しながらですけど、まあ、五線譜書くには非常に便利じゃないかなと思います。これね。この、縦線これ8小節じゃない五線紙と、普通ただの五線紙、切ってないやつ。で、4小節均等にやったものと、まあ、セクション譜書くためのやつとかも僕作ってるんで、その辺もちょっと必要かなと思ったので、ご用意しよう。このね、手のやつはこれぼかしですね。もう本当に、あれですよね。まさにこのこういうこうやって手で書いてぼかしてね、これってレオナルド・ダ・ヴィンチがやり始めたんですよね。確か ほっぺたの色を出すのにこういうふうにやったりね、こういうふうなこともできます。相当いろんなもの、色とかもこうやって選んだりとか、これ色もね、その関係色選んだりとか、まあ類似色選んだりとかすると、これとこれとこれでやるといいよとか、補色でやるとこう2色、これとこれはすごく対照的だからすごくこうデザイン的に綺麗だよとかっていうのも自動的に選んでくれたりですね。で、まあスポイトで色を取ったりすることもできます。ここのこいつの部分ですね、ここはスポイトですね。で、これがまあ要は選択したものを移動させる。で、これは選択するやつ。選択したところを色塗ったりすることもできます。これはまあ、色の、なんかまあ、絵描き用ですね。で、ここでこう、筆圧曲線とか、右利き、左利きって変えたりとか、共有して PDF にしたりとか、さっき言った写真を挿入したりとか、まあ、キャンバスのいろいろ設定とか、まあ、いろんなことが、まあ、いろいろできます。まあ、ヘルプもあるんで、その辺見て、あとね、YouTube でめちゃくちゃいろんな人が書いてくれてるんで、まあ、譜面用に使ってる人はそんなに多くはないと思うんですけど、まあ、あんまり、こう、なんていうんですかね、こう細かいところがあんまなかったので、こういうふうに今回説明してみましたけど、このプロクリエイトはなかなかの、いいソフトなんじゃないかなと思います。1300いくらすると思うんですけど、まあ、全然買いだと思いますね。絵にノート何冊か買えるで全然いいと思いますね。パパッと書けるっていうことですね。 iPad Pro と iPad Pencil 持ってる方はもうこれ使わない手はないだろうっていうぐらい非常に簡単だと思います。ただね、清書して、キー転調したりとかするなると、ちょっと難しいですね。パパッとこう解説したりとか、パパッとこう生徒に教えてあげたりとか、書いてあげて、そのやつをそのままあげたりとかするには非常に便利なんじゃないかなと思うんです。この五線もなんかこう、普通にさっきみたいにこうやって自分で弾いちゃっても、作っちゃってもいい、良いし、それを持っておくこともできますね。ギャラリーでは、選択して、こいつをスタックにしてもらうと、これで一つのフォルダーみたいに入ります。出すときは長押しして外に出してもらうと、どうやってやるんだっけ、あれ外に出してもらうと、外に出ます。長いことやってもらう、まあ、こういったものも書けるし、非常にこう、まあメモ帳のちょっといい版だと思っていただければいいんですね。メモ帳ってこういうレイヤーっていう考え方がないんで、全部書いたら全部いっぺんに消えちゃうじゃないですか。だから、こう、これはこれ、これはこれ、これはこれ、重ねていけるっていう考え方が非常に。まあ、これはもう普通のお絵かきソフトだと当たり前のことなんですけど、これをまあビジネスとかそういったものに全然使えるんではないかなということで、私からのご提案でございました。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。